皆さんこんにちは。マップカメラ YouTube チャンネル、いつもご覧いただきありがとうございます。すっかり秋めいてきましたね。まあといっても今日はちょっと暑いんですけれど、この動画が公開される9月には、季節も秋めいてきていることでしょう。秋といえばお月見ですね。2023年の、中秋の名月は9月29日となっております。で、今回はこの神奈川県西部の海岸でこの G9 Pro ですね、パナソニックルミックスの G9 Pro を使って、月の撮り方を解説していきたいと思います。はい、では今日使う機材のご紹介に行きたいと思います。まずメインの機材はこのマイクロフォーサーズ、パナソニックのルミックス G9 Pro ですね。今回のこの G9 Pro なんですけれども、マイクロフォーサーズ2018年発売のカメラになります。で、このデザイン見てください。なかなか独特なデザインしてますけれども、特徴はこの大型のグリップですね。今回この望遠レンズと組み合わせてるんですけれども、この G9 Pro は大型のこのグリップが特徴で、かなり握りが良くなっているので、様々なレンズでもしっかり安定して撮影することができます。あとここら辺にですね、ホワイトバランス、ISO とかっていう風なボタンの配置が集中してたりとか、あとマイクロフォーサーズのカメラでは珍しくこの肩の部分にですね、この液晶画面が用意されていて、これ F 値とか見れるようになってるんですけども、これも後で夜で試したいんですが、ここを光らせることができるので、まあ、夜でも設定を素早く見ることができたりとかっていう、まあかなり写真撮影しやすいように特化している G9 Pro ですね。まずこれをメインに使っていきたいと思います。で、レンズはこの100-400、マイクロフォーサーズですから換算、200-800mm ですね。かなりの超望遠レンズになっています。で、マイクロフォーサーズの、もう一番の利点としては、もうやはりレンズが小さく設計できるというところですね。フルサイズ換算で200-800mm のレンズとしては、この長さ、まあ、大体約20センチぐらいでしょうか。まあこれだけ小さく作れるということは、様々なところにレンズ持ち出すことが容易になります。なので、撮影に出かける機会が増えると思いますね。マイクロフォーサーズのシステムっていうのは、そういったところに、大きな利点があると思います。で、今回は月の撮影なので、まあ、もちろん望遠に強いといったことで、この小さいセットで換算 800mm、 どれぐらいの月の大きさ撮れるんでしょうか。で、そういったところで月の大きさがどれぐらいで撮れるかっていった形に絡めていくと、このコンのクールピクスの P950 ですね。これも持ってきてます。一応コンパクトデジタルカメラですとか、あとはネオ一眼って呼ばれるタイプです。大きめのボディに高倍率のズームレンズがセットになっているものがほとんどです。で、このニコンのクールピクス P950 は、広角換算 24mm から、最大 2000mm まで、広角83倍という驚異のズーム倍率を誇っています。まだちょっと夕方ですので、これから月が出るまで夜を待ちたいと思います。はい、夜になりました。今日はかなり月が大きく見える日になっています。そしてだいぶ明るいですね。こうやって海岸に来たので、かなり月が明るく見えて、しかも空も広く見えますね。で、まずはこのクールピクス P950 で、一体焦点距離が何ミリだと月がどれぐらいの大きさに見えるのかっていうのを見ていきたいと思います。で、これは同時にですね、今皆さんが持ってるレンズのミリ数で、これぐらいにの大きさで月が見えるよっていうサンプルにもなるかと思いますんで、早速見ていきたいと思います。じゃあ実際に、ここから24ミリからスタートしてみたいと思います。まずここで24ミリで1枚撮ってみますね。もうかなりちっちゃいです。米粒以下みたいな感じですね。24ミリだとさすがにちょっと月が小さすぎるので、これだとトリミングもしづらいと思いますね。で、次に準広角の35ミリ。これもまだまだちっちゃいですね。もう本当に米粒ぐらいにしか見えない。で、標準である50ミリだと、ちょっと大きくなりましたけど、でもまだまだ月とはわからないですね。で、次に100ミリぐらいで押さえてみます。やっとちょっとクレーターの輪郭が見えてきたかなっていう感じですね。で、次に望遠に入り出す200ミリだとどうでしょう。やっと月らしくなってきました。で、次に、倍で行ってみましょうか。400ミリですね。これぐらいだと結構一般的に皆さん望遠として持ってらっしゃる焦点距離になってくるかと思います。
だいぶ画面の中央にちょっと大きめに月が映り出しましたね。で、次に800ミリ。ここぐらいまであると、トリミング含め、かなり現実的なミリ数になってきてると思います。800ミリだと、こんな感じ。うん。だいぶしっかりクレーターまで見えてますね。で、800いったので、次1000ミリでいってみましょう。はい。1000ミリだと、トリミングなしでもだいぶ迫力がありますね。で、最後が2000ミリです。2000ミリになると調整が難しいんですけれど、ここら辺かな。よいしょ。ああ、2000ミリだとかなりすごいですね。大写しになってます。本当に月のクレーターというか、なんか線一本一本まで見えて、すごいですね。望遠鏡じゃないのに。こういうふうに2000ミリまであると月はかなり大きく撮れると思いますが、まあ、一般的には800ミリ前後ぐらいの望遠があればそれなりの大きさになって、トリミング込みでも使える焦点距離帯になってくると思います。皆様のお手持ちのレンズの焦点距離でだいたいどれぐらいの大きさの月が撮れるか分かったかと思います。では実際に次は、メイン機である G9 Pro も使っていきましょう。では実際にここからは、メイン機である、ルミックスの G9 Pro で本格的に撮影していきたいと思います。で、その前にですね、この月の撮影をするときには、月の出る位置ですとか、方角、あと形っていうことを事前に調べておくと、より撮影がスムーズになります。で、そういうときにはですね、こういったスマートフォンで、今は、月の出入りですとか、月齢カレンダーっていう検索ワードで調べていただくと、例えば何日だと満月になるとか、まあ、その逆もわかるわけですね。なので自分が撮影したい月の形ですとか、あるいはこの日にしか撮影ができないっていう時にどんな形の月が出るのかっていったものは、そういったもので詳しく事前に調べることができます。はい、では実際に G9 Pro を使って、撮影の設定決めていきたいと思います。で、今ちょうどあちらに月出てるんですけれど、まずモードですね。絞り優先とかいろいろあるんですけれども、一番いいのはマニュアルモードだと思います。なのでダイヤルを、M モードに合わせて、で結構絞りとか、ISO 感度、それとシャッタースピードですね、いろいろと条件において細かく変えていきたいので、ここはどれか優先モードとかではなくて独立して、変更できるマニュアルモードがやりやすいと思います。で、まず絞りなんですけれども、まあかなりくっきり映したいと思うので、F 値も8から11ぐらいの間で、適線調整してみてください。で、シャッタースピードなんですけれども、三脚は使ってますが、あまりにも遅すぎると、結構月も動いてしまうことがあるので、テーブルの原因も、もしくは手持ちでやってるとテーブルの原因にもなるかもしれません。だいたい125分の1以上から調整した方がいいですね。可能なんであれば250とか500とか上げられればいいんですけれども、まあそこも、使ってるボディの性能とか、レンズの性能とか、そういったところにも寄ったりもしますので、そこも適線調整してあげてください。目安としては125分の1以上がいいかなっていう感じですね。で、最後に感度なんですけども、ここもやはりセンサーサイズによっては上げすぎると、ノイズが荒れてしまったりもしますので、100から400ぐらいの間で調整してあげて、あとは月の明るさによっても変わったりもしますね。月がすごい明るい時もあったり、ちょっと暗い時もあったりもしますんで、そういった際にも、適線調整してあげてください。で、あと、結構最近のカメラだとこういう感じでオートフォーカスが優秀なので、AF でも撮れたりもするんですけれど、やっぱりちょっと迷ったりとか、ピントが甘かったりする時もあります。そういった際には、ここマニュアルフォーカスモードに切り替えてあげて、ピントリング等で調節してあげると、しっかりとしたピント合わせできますね。で、必ず、そのままだと分かりづらいので、ピーキング機能を入れたりとか、あとは拡大表示をしてあげて、ちょうどいい位置のマニュアルフォーカスでちょうどいい位置に調整してあげてください。無限遠まで回せば必ず合うっていうわけでもないので、そこは必ず見ながらですね、調整してあげてください。で、最後にホワイトバランスですね。で、月の色っていうのも人によって感じ方っていうのは様々変わると思います。で、オートで撮ってもいいですけれども、ちょっと青白い感じにしたいなとか、少し、暖色、オレンジというか赤い感じにしたいなとかっていうことがあれば、
電球とか太陽光とかっていうのを切り替えてあげると、自分のイメージに近い色の月に仕上げることができます。まあ、現像とかで処理してもローデータを処理とかしてもいいんですけれども、まあ、JPEG で取って出しですぐ、反映したいよとかっていう際には、現場でホワイトバランスを変えてあげると、一番良い結果につながると思います。で最後に、シャッター切るんですけれども、三脚には固定してるんですけれども、やはりシャッターショックというか、押した時のブレが、乗ってしまうかもしれないので、セルフタイマーがおすすめです。レリーズがあったらレリーズでやってもいいんですけれども、まあ、ケーブルを接続しなきゃいけないとか面倒もあったりもするので、セルフタイマーで、全然代用ができます。今はちょっと2秒かな、試してみたいと思います。こんな感じですね。シャッター切る際には触ってないので、2秒の間に触った時のブレっていうのが、収まって、しっかりと月がブレずに撮れるようになってます。はい、今回 G9 Pro と100-400、こちらで月の撮影やっています。今回ですね、この G9 Pro 選んでみて率直に感じたことは、やはりマイクロフォーサーズ、この望遠のシステムをコンパクトにできるっていうのはすごい、非常に機動力があって助かりますね。やっぱり 800mm ぐらいをフルサイズとかで用意しようとするとかなりのレンズの大きさになってしまうので、ちょっと気軽に今日月が綺麗だからっていうふうに思い立って撮りに行こうっていう時に、このコンパクトさっていうのは非常に、持ち出しのストレスというか、ハードルがすごく低くて、もう簡単に今日撮りに行こうって言ったらいける感じが、すごく好きですね。月を撮るっていうことだけでしたら、スマートフォンでももちろん撮影はできると思います。まあ、ただし月のこのクレーターですとか輪郭、そういったところの細かい描写っていったところをするには、まあ、やはりカメラの方が得意だと思います。まあ、ですので皆さんもお手持ちのカメラ、コンパクトデジタルカメラ、マイクロフォーサーズ、APS-C、フルサイズ、いろいろあると思いますが、それぞれにそれぞれの利点がありますので、ぜひこの秋の中秋の名月、綺麗な月撮ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。今回ご紹介したアイテム、気になったよ、欲しくなったっていう方は、ぜひグッドボタンで教えてください。マップカメラの公式 YouTube チャンネルでは、今回のような、撮影テクニック、その他新製品レビューなども、じゃんじゃん公開しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また今回の商品概要欄にもリンクを載せておきますので、商品ページなどもぜひご覧ください。さらに、マップカメラの公式 LINE アカウントもございます。お友達登録いただけると、お得なセール情報などもご覧いただきますので、ぜひお友達登録をお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。すごかった今。ああ、興奮した。ひえー。うわあ、今のは抑えたかったなぁ。2000ミリってこんなことできるんだ。こう、月があったら、この下4分の1ぐらいがジェットの影になってました。